さん、こんにちは。フィラディス広報の朝原です。今日は我らがビッグボス石田大八郎にフランスボルドーの超人気シャトーシャトーパルメについて聞いていきたいと思います。石田さん、ちょっとシャトーパルメについて言ってやらなきゃいけないので教えてください。はい、シャトーパルメはですね、まあ、3級ボルドーの箱付き3級のシャトーですね。でも3級なんですけれども、スーパーセカンドというふうに言われていまして、もうスーパーセカンドというのはその1級シャトーに次ぐその次のグループということで、まあ、ボルドーの中でももう6番目とか7番目みたいな、かなり評価の高いシャトーですよね。パルメンっていうと、なんかこう例えばこう何かに持っていくとこう喜ばれるとか、持ってるとかっこいいとか、なんかそういうちょっと特別なあのイメージがあって、なんでそういうふうにイメージが持たれているかというと、まあ、パルメンの特徴をまあ3つ挙げていくとすると、まあ、1つはスタイリッシュなんですよね。でそのスタイリッシュはどこから来ているかというと、まあ、ラベル、普通ボルドーのシャトーって白地のね、なんかそういうクラシックなラベルが多い中で、まあ、まず黒地に金というね、こう目立つ、かなり今っぽいですよね。かなり今っぽいですよね。黒地のシャトーって多分メジャーとかではパルメだけなので、まあ、そういったあのおしゃれなラベルデザインになっているというところもありますし、あとはまあパルメってすごいファンが多くて、そのパルメのこう勝手応援団、パルメ騎士団っていうのがあの作られていて、東京とか福岡とかで毎年パルメのその会合が行われるっていうようなことがあったりだとかあるんですよね。で、まあ、その3文字っていうこの覚えやすさっていうところも、まあ、日本で人気がある理由の一つかなと。やっぱデュアルミノムロートシュートとかね、長すぎるからよく覚えられないみたいなのがあるねっていう。そう、試験でもかなり覚えられないものがいっぱいある中で、パルメは簡単ですもんね。そうそう。で、まあ、2番目に行くと、やっぱその先ほどのラベルデザインにも関係しますけど、モダンな雰囲気もありつつ、でも中にはでも超クラシックなね、昔から格付けされている有名なシャトーというところもあって、まあ、でもそんなクラシックなシャトーなのに、親しみやすさもあるという、そういったイメージがあるかなと思っていて、で特にこの近年にいろんなこう新しい取り組みをパルメラしていて、まあ、本当こうボルドーの、ね、世界ってすごくこうあの伝統的で格式を重んじて昔ながらのやり方を踏襲しているというところが多い中で、そのワインの、種類もね、単純にこうシャトーパルメとセカンドワインということだけではなくて、まあ、セカンドワインとされているアルタイゴとパルメだけども、これも、まあ、いわゆるセカンドワインではなくて、違うスタイルのパルメということで、より早飲みできる味わいに仕上げるというコンセプトを、まあ、最近はいろんなシャトーがそういうコンセプトを打ち出しているけども、昔はもともとはセカンドワインというと、格落ちした少数、ね、品質の落ちるブドウから作られるワインだったのが、パルメはそのスタイルが違う早飲みするためのワインということをかなり早い段階から95年から打ち出して、98年から打ち出して、売っているので、まあ、そういったあの取り組みがかなり早い段階から始まっているのと、でそれだけでなくて、特にここ15年ぐらいはね、2004年から、今の総支配人である、トマドゥーというのが来ているんだけども、彼が、30前半かなでパルメに来たんだけれども、すごくこうあの新しいことをどんどんチャレンジするタイプだったので、例えばそのパルメの白、パルメブランというものを作ったりだとか、あとボルドーのシャトーって昔はあの力強さを足すために南仏の白品種をブレンドしてたっていう話があるんだけれども、それをじゃあ現代的にやってみたらどんな味になるのということで、シラをブレンドしたヒストリカルパルメというワインを新しくリリースしたりとか、まあ、すごくそんなあの伝統的なパルメというね、シャトーのワインを作るだけじゃなくて、面白いワインもリリースすると、結構ボルドーでそんなことでも珍しいので、そんな格式高いワイナリーでもそんな新しいことをするんですね。そうそう、それは本当パルメは特殊なシャトーだと思いますね。白ワイン作ってるところっていうのはそんなに多くはないんですか？そうですね、あの有名なところだと、まあ、シャドーワルゴがパピヨンムランという白ワインを作っていたりとか、まあ、いくつか作っているところはあるんだけど、かなり少ないですよね。あと味わいの特徴でいくと、まあ、マルゴーの村に位置していて、まあ、カベルソービニョンが中心の産地になるんだけど、実はまあパルメは非常にメルローの率が高くて、メドックではかなり珍しく半分近くがメルローというふうなブレンドになっています。でこれなんでかっていうと、そのメドックというとソムリエ試験ではね、こう砂利質のということをすごく習うんだけれども、あのパルメの周りだけ非常にこう粘土質が多く点在していて、で、まあ、メルロと粘土質相性がいいということで、昔から、メルロの方が多く植えられているという経緯があるので、まあ、必然的にその味わいとしても、
まあ、その壁に装備の的な、力強くて単にしっかりしていて酸が高くて、骨格のしっかりしたワインというよりは、メルローのそのジューシーさとか味わいのフォーマンさ、柔らかさ、親しみやすさみたいなのもすごくバランスよく共存しているということなので、まあ、先ほど その飲みやすさみたいなのにもつながってくるということなんですよね。メルローが多いとやっぱりこう飲んだ時に優しいというか甘さがあってふくよかで、親しみやすいですもんね。そうなんですよね。やっぱりそのカベルソーヴィニョンで、まあ、最近のやつは結構早く美味しく飲めるようになってきたとはいえ、やっぱりちょっと熟成まで時間がかかって、飲み物の中で時間がかかって、まあ、10年ぐらい置いておきたいとか20年置かないと美味しくならないよねとかっていう話が出てくるんだけども、まあ、メルローだとねそんなに長く待たなくても全然美味しくなるんで。ちなみにやっぱりシャトーパルメも何年ぐらい寝かせたらおすすめですか、石田さん。あのパルメは本当に10年寝かせれば十分、もう十分って10年経たなくても美味しいぐらいかなという感じはしますけど、まあ、10年ぐらい寝かせて、おけば飲み頃になってくると思いますよ。そうすると2000年の後半くらいのヴィンテージが美味しい。そうですね、まあ、2009年とかはすごくグレートヴィンテージとされているので全然熟成のポテンシャルありますけども、でも美味しいタイミングに入ってきてますし、2007年とかはもう全然今ので美味しい年です。うん、なるほど。最近のパルメって何かこう変わったこととかしてるんですか？そうですね、あのパルメは結構いろんな新しい技術を積極的に導入しているシャトーなので、まあ、あの例えばこうワインを熟成させるというか発酵させるタンク一つを取っても、まあ、ステンレスのタンクなんですけど、その普通だったら大きなタンクがいっぱい並んでるのがボールのシャトーなんだけど、一見大きなタンクのように見えてその中が2つに分かれてたりとかして、一つ一つは非常に小さいタンクなのになってるよね。でそうすることによってそのいろんな畑の区画を最小単位で、それぞれ別に醸造して、で最適なブレンドを行っていくということをしているんだけども、まあ、そもそもその発酵する前、普通は二酸化硫黄 SO2 をね、少し振りかけて酸化防止をするという過程を取るんだけども、パルメはそれ一切してないですと、まあ、それだけ完璧なブドウを収穫しているという自負があるんでしょうね。すごい戦果もしてそうですね。そうですね、多分戦果とかも非常に厳しくやってると思います。で畑の話でいうと今もビオディナミも導入しているので、まあ、ボルドーのシャトーでビオディナミを導入しているところって結構少ないんだけども、一番最初に導入したのがシャトーポンテカネ、が2004年からかな、なんですけど、まあ、結構早い段階からパルメもまずそのオーガニック的な美容的なアプローチから始めていって、ビオディナミに移行していったという経緯で、はい、大間さんが耕したりだとか、あと木箱が巣箱作って、鳥が来るようになっていたりだとか、もっと言うと音楽を流してブドウの木に聞かせたりとかっていうこともしていますね。効果あるんですかね。本当はあるっていうふうに言ってましたよね。なるほど。だとか、あとはその新しい取り組みでいくと、そういったデートリーの技術を使いながら、革新的な技術っていうのも結構導入をしているので、まあ、そういったのがすごくバランスよく、取れているシャトーかなというふうには思います。シャトーパルメの価格としてはどれぐらいの金額なんですか？そうですね、パルメはやっぱり市場にこう評価も高く、品質も当然高いですし、まあ、人気もあるシャトーなので、やっぱりそのボドーのメドックの中で五大シャトーに次ぐ価格になっていますということで、まあ、安くてもやっぱり小売りでいくと5、6万からという感じになっているので、まあ、それだけまあやっぱりその人気があって評価が高いということにはなると思うんですよね。まあ、なんかこうパルメってこう、まあ、五大シャトーが好きっていうとすごく普通な感じになるんだけど、まあ、パルメが好きっていうとちょっとこうなんかおしゃれなというか、ちょっと分かってる感があるというか、なんかそういう位置づけのシャトーかなと